ある車両に乗ろうとしたら寝坊してギリギリで新宿駅に向かったら乗車失敗。でも時間が合いそうなので急遽池袋まで引き返して東武東上線ホームまで来た。というわけで池袋駅からこんにちは。今日は川越特急に乗っていくよ。川越特急は池袋と森林公園、小川町を川越経由で結ぶ東武東上線の優等列車。特急という名前はついているけれどもありがたいことに無課金で乗れるよ。使用車両は5090系、2席かける3のデュアルシートが特徴的。早いとこ乗ろう。この車両は TJ ライナーという座席指定のライナー列車としても使われているから、通勤列車と同じノリで車内に入るとやっぱり豪華さを感じるものがある。4ドアクロスシートの優越感に加え、これ課金なしでいいのって感情が来る。まあ席に座ると大量のつり革が視界に入ってきてちょっと面食らうけどさ、こことかチケット入れられるのかなとか思ったけどそうでもなさそう。最近は座席指定券を持たずにそこそこ有料列車に踏み入るのも合法だから、それの普及のためにあえて導入されなかった説ある。フリーストップ式じゃないけどブラインドがあるのは本当に嬉しい。ブラインドが1シートずつじゃないのはベースが通勤列車だからだろうけど、まあ特急車両ってわけでもないからそこら辺は妥協しよう。窓口は広くはないけど、この車両はデュアルシート、ロング、クロスに転換を可能な座席、後部はマルチシートって言ってるけど、だから下手に窓枠が広いと、ロングシートにした時に座席が吹っ飛びそう。そういう感じで、運用を考えてそうしたのかも。簡単な車内紹介はこの辺りで、じゃあ池袋発車、次は埼玉県の朝霞台。上りは森林公園スタートの池袋ゴール、下りは森林公園のさらに先小川町まで行くよ。何が売りかって、川越と都心部との速達性。池袋と川越は30キロくらいあるのに最速26分で領域間を結ぶ。 JR でも行けるけど45分は確実に超える。その点で川越特急の破壊力はすごい。 JR さん、川越新幹線作ろうって、この川越特急変な言い方をすると東上線に特急が帰ってきたとも取れる。というのも2008年頃までは特急っていうやっぱり速達の種別があったけど、消滅後は快速急行と TJ ライナーが特急に代わって運行開始。それから川越特急が作られたのは2019年の3月、ダイヤ改正でのこと。一応特急は戻ってきたけど、その後継種別に混じって運行されるからただでさえにわからないくらい大量にあった東上線の種別にさらに仲間が加わった。まあいろいろすごいことになってる東上線だけど、川越特急のこれからの発展に期待。ざっくり説明はこんな感じでいいかな。列車は池袋から成増までの普通種別しか止まらない立ち駅を通過。11駅一気に通過する快感は川越特急ならでは。板橋地区をぐん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 突き進んでいくよ。ところで板橋の地名の由来は筑地川に架けられた旧中山道にある橋。1400年前後の本にも板橋の地名が載っているらしいからとっても由緒ある地名みたい。今も同名の橋は残っている。江戸時代含め何回か改修されてるからまだ板橋にはなってない。埼玉県を越えて成増の辺りまで来ても川越特急の勢いは途絶えない。むしろそこそこ線形が良くなってバンバン飛ばすようになったかも。快速急行でさえ止まる和光市駅ですら当たり前の顔して通過していく。35年前に直通運転を開始した有楽町線との接続なんてここ吹く風。でもここいらで吹く都心線、有楽町線から直通する列車と合流。一緒に北西方面に向けて吹く吹く線をガンガン飛ばす、あるいは置いてて。まあここまで来れば朝霞台も近いから川越特急も一休みするけど、朝霞台で武蔵野線からの客を拾ったり下ろしたり、川越に行くまでの途中駅に朝霞台しか挟まない。すごい降りる人の方が多い朝霞台を出て、次は川越、四季、富士見の、何それ美味しいのってノリで、マジで川越しか眼中にない。さて川越特急では発車時と接近時に西洋チャイムが流れる。池袋発車時にも聞いたかもしれないけどもう一度じっくり聞いてみよう。このチャイムは川越生まれの音楽家菅野雄吾さん
によるチャイム、神主の故郷、川越への思いを表現したメロディー。とのこと、無料種別なのに随分優遇されていて、東部の川越へのこだわりがうかがえる。上り最大4本、下り最大2本だから、本数自体は言うほど多くないけど、でも時間帯的には遅めの朝、夕方に集中していて、結構アクセスしやすい。寝坊してから乗ってるような人が言うんだから間違いない。座席の座り心地を語るのを忘れていたけど、まあ足は伸ばせはするけど、それなりに硬い。TJ ライナーとしても運用される車両だけど、本当に直接需要だけに全振りした感じ。バートイレもドリンクホルダーもコンセントもないから、うん、無料の川越特急として乗るならとっても乗りたく。川越に近づくと川越を楽しめという案内が流れ始めた。そら、ノレノレノレダマレダマレダマレ、はいついた、オリローリローリロってやってたら、うん、バイバイってなるもんね。さすが種別の名に恥じない。英語でもアナウンスはされるけど、ちょっと走られてる。ところで川越ではさつまいもが有名。それにちなんで、栗よりうまいさつまいも、なんてシャレがある。今さらっと13両さつまいもって読んで、小一がブギャーってやってきそうな読み方したけど、これはどうやら川越は江戸から52キロ13里くらい離れていたのをうまくいじって、栗を栗、比較のよりを4里とかけて、そして13里でさつまいもって焼き芋屋が言い出した。それを聞いた江戸っ子が、そのシャレうめえな、あとさつまいももうめえな、はははとか言い出して、さつまいももシャレも有名になったとかなんだとか、読んで字のごとく薩摩に伝わった芋だからさつまいものはずなんだけど、江戸っ子にマジレスすると漏れなく強化でディスってくるからね、黙っておこうね。こっからますます線形が良くなり、マジモンの特急みたいにガシガシ飛ばす。トータルで1時間に15本前後もやってくる。東武東上線の中でこれだけのスピードを出せるのはやっぱり大したもんだと思うよ。特に急ぎもしないくせに特急名乗ってるやからと比べれば随分立派なもん。さて列車は富士山が綺麗に見えることからその地名が付けられた。富士見野を通過、ビルやらなんやらの開発が進んでるから、この令和の時代に富士見野を名乗れるかはともかく、快速急行と川越特急しか通過しない強強駅。通過列車は1日で最大でも5本しかないよ。まあ川越が目の前に来てるのに90キロ離れた富士山に目を向けるだなんてしないか。武蔵野大地を駆け巡り、もうすぐ川越。平安時代に秩父重隆がこの地にやってきて川越市を名乗ったところからその地名が来ているとか、そういや小江戸とか呼ばれている川越、その発端はやっぱり江戸らしくって、徳川家康とその子秀忠が川越まで鷹を狩りに行ったってのもそうだけど、元から川越が栄えていた中で江戸とのアクセスも抜群だったから、17世紀の中頃松平の仏名とかいう川越藩士が城下町をじっくりどっぽり整理したらしい。その時川越街道と一緒に川越の東側を流れる新河岸川の開発もやっちゃった。そうして江戸との周運が栄えて、文化も商業も何でもありな町になっていった。ちゃっかり江戸にさつまいもを輸出したりもした。そんなこんなで川越が江戸との発展の中で重要視されて小江戸って呼ばれたり、まあ小江戸名乗ってるくせに今では明治から令和までの全時代の建物を網羅してるから、徳川家康が見たら、てめえ江戸名乗ってんじゃねえ、攻め落とすぞみたいなことを言うかもしれない。メンツが半分くらい変わって、次は川越市。もともとは川越町とか言われていた駅、特に駅前は栄えているわけじゃないけど、観光地の小江戸にはこっちの方が近いかな。この駅を過ぎてもバテキューはせず、普通に川越特急として走り続けるよ。川越特急とか言いながらガンガン川越から離れていくスタイル嫌いじゃない。そして5万90系とすれ違い、ラッキー。この5万90系も川越を輝かせるため、体を張ってラッピングに包まれた車両がいる。それが池袋川越アートトレインって言って、10両にわたって川越の魅力をラッピングした車両。10両全部が全部違うラッピングで、豊島区による条理規則のラッピング車両なんだけど、そのラッピングは9月上旬に終わってしまうらしい。川越に彩りを加えるってテーマで走ってきた車両が差し押したら、川越の彩りはどうなるんだろう。心配しなくていいか、川越は埼玉県にあるし、こっから少し本数が減るからか、そこそこ人が乗ってきて、次は坂戸。たった今出発した川越市の辺りまでは1914年に東上鉄道が開業させた区間だけど、ここからはじわじわ延伸開業させていった区間に入っていく。それでも池袋から寄居までの全線開業は意外と早くて、それが1925年のこと。今でこそ小川町で系統分離を行っている東上線だけど、歴史は深かった。そのまま小川町まで駆け抜けていこう。後に荒川に流れ注いでいく入間川を渡って、東京の霞ヶ関駅から40キロほど離れた埼玉の霞ヶ関駅をそろそろ通過。もともとは的場って名前だったけど、ゴルフ場の会場で
そっちに名称を合わせていった。国会議員の仕事があっちの霞ヶ関で行われるとしたら、プライベートはこっちの霞ヶ関で、なんてこともあるのかもしれない。単純に東京の方と間違えてこっち来ちゃったってパティーンも見たい。列車は同じく坂戸地域を目指す。圏央道の下をくぐる。坂戸駅と坂戸インターは互いに5キロくらい離れているけど、高速道路と鉄道じゃ性格が違うからね。仕方ないね。小瀬線と乗り換えられる坂戸駅を出て、次が東松山。もうこの辺りまで来ると市街地もちょっとずつ少なくなってくる。だからといってすれ違う車両がローカル地味な感じになるわけでもなく、和光市と四季の間の切符線を共にかけていった。メトロ1万系とのすれ違いも見られる。ちなみに今渡っている川は時川、そんで向こう側車が走っているあの橋は東松山橋。線形もよく、バックに緑が映えるということで、たまに鉄道ファンにとっての撮影地にもなる。別に密を避けられる場所で、周りに迷惑をかけないなら、そのまま別にいいと思うよ。もうすぐ、焼き鳥が有名な東松山。でも東松山で実際に焼かれるのは、鶏じゃなくって、豚の頬、こめかみから取れる。柱肉を使ってる。量は焼きタン。近くの食肉センターから仕入れたリーズナブルな柱肉を朝鮮出身の方が焼いて売ったのが始まり。それで柱肉の焼き鳥が東松山で流行ったとか、焼き鳥のくせに鶏を出さないなんてチキン野郎だなとか、そんなのはさておいて、吉見百穴の最寄り駅東松山を出て、その次が森林公園。ここから小川町まで全駅に止まっていくよ。もう川越でも特急でもなんでもない、ただの乗り得クロスシート列車になっちった。で、次の森林公園駅は7通り、武蔵丘陵森林公園の近くにある駅。で、この公園は、明治100年記念事業のもと、1971年に開園した国営公園。駅は公園の開園に合わせて改良したのもあり、割かし新駅、リニューアルってわけじゃない。で、その公園は、3平方キロメートルくらいのクソデカ公園。比べるのは国だ四国だけど、日本の面積のうち 0.0007% くらいを占める。熊谷駅まで接続する30分間隔のバスなら、公園目の前まで行ける。徒歩はしんどい。森林公園で思ったよりお客さんを乗せて、どんどん西へ進んでいく。ここから本数が静岡地区並みになって、次の停車駅は月の輪。熊っていうのは別に駅名関係なくって、月の輪殿とか呼ばれていた九条兼実の荘園が、この辺にあったことがこの地名の由来なんだけど、すっごい、すごくて干からびそう。動いてないのにすごいよ。って地名だったから、月の輪という駅名が採用された。ちなみに平成14年開業のだいぶ新駅、一日2本の川越特急でも、このエリアでは貴重な2本。もちろん降りる方も何名かいらっしゃった。少しこじんまりとした駅だけど、よく使われてる。京都の嵐山に似てるくね。ってノリで、菅谷から解消された武蔵嵐山駅を出発し、次が都営新宿線の主要駅、次が JR 八高線の主要駅でもおなじみ小川町駅。小川町は武蔵の小京都とか言われている。さっきの武蔵嵐山の下りもそうだけど、山々の中市街地を貫く川、1300年続く和紙が有名。万葉集中色が書かれた地、伝統的夏祭りなどなど、こいつもう京都だわってなって小京都として認められ、全国京都会議に入会。今小京都は小川町含め全国に40あるけど、この界隈で青が愛より出ることは、この駅間にある嵐山信号場のあたりで完成エリアに突入する。稀にメトロ車も来るから結構なギャップ。ローカルな知識も相まって池袋駅から1本できたとは思えない。小川町までの 64.1 キロを約1時間で走破。協定速度60キロオーバー。まさに快走。というわけで小川町到着。大手私鉄特有のぶっ壊れ種別、それをじっくり味わえる列車だった。この川越特急は寄居方面に向かう列車に接続して埼玉西部の輸送を担っていく。10両に乗った先での8000系、半世紀ほど走ったであろう4両というと、なんだか貴重見えるけど、地元客にとっては重要な足。なんなら最近新駅もできたし、ローカル区間でも注目されている。この列車は折り返して森林公園駅まで向かうそう。普通種別かつ短距離だけどクロスシートのまま。正直これまたかつてない乗り得列車。折り返す前にまずは一旦改札を出よう。というわけで今日は川越特急に乗ってきた。運賃もそこそこリーズナブルだし、乗りやすい時間帯に走ってるし、乗るだけでもとても楽しいから、気が向いたら乗ってみるといいよ。じゃあ今回はこの辺で。またね。
Thank you.